ホルソバホルソバは鳥取県東部のご当地グルメ、牛ホルモン入りの焼きそば、ホルソバと表記する場合もある。牛のホルモン焼きを具材に加えることは共通だが、使用するホルモンの部位、タレの味付け、麺の種類など、店舗によって個性が豊かである。ホルモンの部位は、調形とミックス系とがある。タレは味噌系が主流ではあるが、鳥取県名産の梨を加えたり、 ニンニクを効かせたりと店舗によって異なる。また、漬けタレとして客が好みに応じてタレを後からつける場合と最初からタレを絡めて焼く混ぜ系とがある。中華麺も、太紙麺、菜麺、もちもちした食感の麺と店舗ごとに異なる。昭和30年代に、鳥取市内の焼肉やホルモン屋で牛ホルモンと野菜を味噌ダレで炒め、 中華麺を入れてみたところ美味だったのが始まりだと言われる。ただし、2009年時点で、鳥取県朝食の都推進室では、ホルソバが名物料理であるとの認識はあるが、鳥取県発祥説については事実関係について把握していないとの回答をしている。2010年には、市民団体、鳥取ホルソバカスタマーセンターが立ち上がり、普及活動を行っている。 2012年には、鳥取空港のレストランでも、ホルそばが提供され始め、おすすめ料理となっている。ありがとうございます。